中華民国総統官邸英和偶書は中華民国総統の公の居所である中華民国総統官邸の蔡英文、政権期における通称。中国語で偶書は日本語の居所に相当する。同じく官邸は日本語の皇帝に相当する。つまり日本では総理が執務する建物を総理官邸といい寝起きする建物を 総理皇帝というのに対し、台湾では、総統が執務する建物を総統府といい、寝起きする建物を総統官邸という。歴代中華民国総統とその官邸には警備上のコードネームがあり、国家安全局が総統の出身地、居住地などから縁起の良い3案を比較検討し、総統自身の決定に供する。 小渓谷はアメリカ第七艦隊司令官の休暇用、宿泊施設だった建物を総統艦艇としたので第七艦隊の台湾海峡防衛への助力を具位する。七海、離島機は、台湾省主席、副総統在任時の艦艇の所在地大安区から、天下太平、高圏のぶる安氏という意味で、大安、沈水編は、台湾最高峰、玉山、馬永久は、 官邸の所在地中西区と自宅のある交流路を組み合わせ、新興台湾の意味合いを込めた中高であった。蔡英文は戸籍があり、かつて住んだ日田市英和区から永久和平を象徴する英和とした。現在の総統官邸は、台北市中西区白愛特区の重慶南路二段と愛国に支持との交点付近にある。李陶器が副総統だった時の官邸で、 総統に就任するとそのまま総統官邸として大安宮所と呼ばれ2001年に沈水編が入居した際に玉山宮所と命名された2008年に馬英九が総統に当選就任すると中高宮所と改名された小解析の資臨官邸と玄野赤の玄野赤先生故郷は国の史跡小渓谷の七海宮所は市の史跡に指定されている AB、進出路。準総統、蔡英文官邸大公 AA は偶書、自由時報。2016年5月17日。2020年7月11日閲覧。陳慶、ほど、号翔竹氏、独征服総統、有秘密大公来聖徳、調節知議特金庫、コーデロ、三リッター新聞網。2020年5月14日。 2020年7月11日閲覧。思えうき草、七海文化園区相当図書館同行、工房網、2014年8月29日、2020年7月11日閲覧。富不税、当山油常任相当関係名称各、有信維、三リッター新聞網、2016年5月18日、2020年7月11日閲覧。昭栄維安横、 A はそのほかいく人的ぜ台湾貧化日報、2016年5月17日、2020年7月11日へ閲覧。林修木、陳育人氏、大花、永久和平、再官邸大公、A は台湾貧化日報、2016年5月18日、2020年7月11日へ閲覧。ABC 利文正、王慶化、即吉。 総統官邸特勤主が、同27社最下来元逆行トークチマタ、ローラン山、台湾貧火日報、2009年11月13日、2020年7月12日閲覧。ハリタイ本府公とも、林州定廃町民生偶書工作自作室名、中華民国総統府、2020年7月12日閲覧。ありがとうございます。